これから、国分寺都市計画緑地整備に向けた懇談会の説明をスライドを使用して行います説明の順番は都市計画事業認可内容本整備箇所の位置特性整備イメージスケジュールとなりますまずは都市計画事業認可の内容について説明します 都市計画事業の認可につきましては令和3年7月2日付東京都国事第904号により認可を得ております名称事業施工期間、事業地はスライドの通りですなおこの認可は元の姿見の池緑地の 都市計画内容についてこれからご説明する区域を追加して整備する形で取得しております次に本整備箇所の位置特性について説明します緑で塗られた区域1が従来の姿見の池緑地の都市計画緑地区域であり 赤で塗られた区域 ② を追加して、令和3年2月に都市計画変更を行いました。② の区域は、現在、西小学を若松公園として開園している区域となります。また、面積としては、① がおよそ0.57ヘクタール、② がおよそ0.05ヘクタールです。 次のスライドからはこの2の整備区域について説明を行いますこの写真は整備区域を北側の出入り口から撮影したものです北側の道路に接続しておりスロープ状になってメインの出入り口となっていますこの写真は

草も生いいり、り水路に近づきづきらい状態となっております。次に整備イメージについて説明します本整備は主に防災機能の向上と水路部の浸水性の向上を目的としています右の図が整備全体のイメージ図であり 色をつけている部分が、今回の整備で改修を行おうとしている箇所となります。公園中央より北側については、西側に植栽を増やし、東側は新しい強化に合わせたネットフェンスの付け替えを行います。中央より南側については、スライド上で丸く囲った範囲に防災及び 浸水性にかかる回収が集中しております。拡大して内容をご説明します。こちらが主な回収箇所の拡大図になります。新たに設置を考えているものは、防災パーゴラ、かまどベンチ、ソーラー照明灯になります。また、近くを流れる水路に親しめるような 回収を行います次のスライドから回収内容について順番に説明を行います。防災パーゴラは緊急時には上から防災テントをかぶせることで災害拠点のテントとして活用できるパーゴラです。普段は日よけとして活用することができパーゴラの下に ベンチを新規で一気設置します。かまどベンチは、緊急時にかまどが取り出せるベンチであり、ソーラー照明灯は、電気の供給がない状況でも太陽光で点灯する照明灯です。どちらも設置することで防災性の向上が見込まれます。なお、公園の東側に設置するかまどベンチは、 既存のベンチと入れ替えで設置することを予定しています。階段整備は、図にある通り、公園南側の花壇とフェンスを撤去し、水路に近づけるように階段を設置することを指します。現在、橋を通るための階段がありますが、その階段よりも段数を多くすることで、橋の高さよりも、 さらに下に降りられるようにして水に親しめるようにします同時に階段で降りた下の平場についてはより水に近づけるように浸水整備を行います右上の写真の斜線部が土系舗装の整備をイメージしている箇所になります土系舗装は斜面の土が 水路へ流出するのを防ぐと同時に土による汚れやぬかるみがなくなるため水路周辺でより衛生的に遊べるようになります。また土に似た色を使用することで景観にも配慮しております。左下の写真は市内の浸水整備の例ですがこの写真のように地面と水面をなるべく近づけるように整備してまいります。 階段整備と浸水整備につきましては、水により近い場所で遊べるようになることはもちろん、災害時に水汲みがしやすくなるなど、防災の面も考慮した整備となっております。次に、スケジュールについて説明します。令和3年7月に事業認可を取得し、本日が 整備に関する懇談会になります。令和4年度は用地の買収を行い、本スライドで説明した内容の改修を行う予定となっております。お問い合わせ先はこちらになります。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。